ょっと待って、ちょっと待って、ミキ。話聞いて。あいつのところには行くな。行かないでくれ。なあ。あいつのところに行っても、みゆきは幸せになれない。わかるだろ、さっき言ってたじゃないか。遊ばれてるんだ、騙されてるんだって。3ヶ月もほったらかしにされたんだろ、連絡もなしで。それでさっき連絡来て会いたいって言われたら行くの。そんなのおかしいよ。本当に行きたいんだったらそんな顔してないと思う。頼む、行かないで。なあ、目覚ましてくれよ。だってじゃない、だってじゃない、目を覚ま、あいつにはなあ奥さんもいるんだろ。なあ、奥さんも子供もいて、そんなやつんとこ行っても幸せになれるわけないだろ。俺もうみゆきのそんな顔見たくないんだよ。なあ、みゆきにはさ、もっとふさわしい人がいると思う。みゆきのはその笑った顔とか、嬉しそうな顔とか、楽しそうな顔、そういう顔が見たい人がそばにいる。このまま追いかけないと僕後悔しますかね。自転車借りてもいいですか。